福岡県では今日新たに19人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました県内の新規感染者の内訳は北九州市で15人、福岡市で2人、久留米市では0人、その他の地域で2人となっています北九州市で確認された15人のうち10人は先日、クラスター疑いに認定された小倉北区の病院の患者とスタッフで 残りのの5人は家庭内でで感染だとということです北九州市は年末年始は人との交流が増える時期基本的な感染対策を確実に行ってほしいと注意を呼びかけています福岡県内ではオミクロン株の濃厚接触者が新たに11人確認されています佐賀県では37日連続で新規感染者は確認されませんでした